ヨシア十二章。ヨルダンの川向こう、日の昇る方で、アルノン川からヘルモン山までの全東アラバにおいて、イスラエルの子らが討ち、占領した地の王たちは次の通りである。ヘシュボンに住んでいたアモリ人の王シホン。彼はアルノンの渓谷の縁にあるアロエルから、その渓谷の中、 およびギルアデの半分、そしてアンモン人の国境、ヤボク川まで、またアラバ、すなわちキネレテコの東まで、またアラバの海、すなわち潮の海の東まで、ベテハ・エシモテへの道まで、そして南はピスガの傾斜地の麓までを支配していた。アシュタロテとエデレイに住むレファイムの生き残りの一人であるバシャンの王オグの領土、 彼はヘルモン山、サルカ、ゲシュル人とマーカ人との国境に至るバシャンの全土、ギルアデの半分、ヘシボンの王、シホンの国境までを支配していた。主のシモベ・モーセとイスラエルの子らは彼らを撃った。主のシモベ・モーセはルベン人とガド人とマナセの半部族にその地を所有地として与えた。ヨルダン川のその反対側、西の方で、 レバノンの谷のバールガドからセールへ登るハノク山までで、ヨシュアとイスラエルの人々が撃ったその地の王たちは次の通りである。ヨシュアはイスラエルの部族に彼らへの割り当てに従ってこの地を所有地として与えた。この王たちはサンチ、シェフェラ、アラバ、ケーシャチ、アラノ、ネゲブに住んでいて、ヒッタイト人、アモリ人、カナン人、 ペリジ人、ヒビ人、エブス人であった。エリコの王一人、ベテルの隣のアイの王一人、エルサレムの王一人、ヘブロンの王一人、ヤルムテの王一人、ラキシュの王一人、エグロンの王一人、ゲゼルの王一人、デビルの王一人、ゲデルの王一人、ホルマの王一人、アラドの王一人、 リブナの王一人、アドラムの王一人、マケダの王一人、ベテルの王一人、タプアハの王一人、エフェルの王一人、アフエクの王一人、サロンの王一人、マドンの王一人、ハツオルの王一人、シムロンメロンの王一人、アクシャフの王一人、ターナクの王一人、メギドの王一人、 ケデスの王一人、カルメルのヨクネアムの王一人、ドルのコーチのドルの王一人、ギルガルのゴイムの王一人、テルツアの王一人、全部で三十一人の王である。